はいどうも、実は一番好きな食べ物、茶碗蒸しミストです。はい、本日はですね、究極のネタ会になるんですけども、こちらのデッキ前人未到の7上限サクセスやっていきたいと思います。角田、モネちゃん、アスミ、レイリー、佐伯、総一郎ということで、角田からコントロールミート、モネちゃんからは総力、アスミがパワー、レイリーが補給、佐伯が守備、ソウちゃんが肩ということでね、もう前人未到ですよ。7上限目指してやっていきたいと思います。まあ、前回ね、6股で6上限天空のね動画上げたと思うんですけど、まあ、それの究極系と言ってもいいんじゃないでしょうか。うん、今できる最大のね7上限頑張ってエビル3股でやっていきたいと思います。かなり厳しい戦いになると思いますが、皆様応援のほどよろしくお願いいたします。はい、でもちろん1000丸引いてまして、初期値がこんな感じ、ちょっと補給低いのがネックかなーって思うんですけど、やっていきましょう。いやー、この挑戦はだいぶ厳しい戦いになりそうですけどね、最後まで見ていただけると幸いでございます。でここでモネちゃんが来ない、モネちゃんか角田来ないとやばいんですよね。固定が多分もう1-1だよね。こうなるのはしょうがないんですけど、今回はもう本当特能とか金徳とかはもう全くいらないので、もう完全にもう基礎値だけ目指して101をね7つ作れるかどうかの戦いになってきます。彼女の自己紹介がいつ来るかっていう、もうこの序盤の運もありますからね。いやー、渋い。そうなんだよな、最強上げていくか、どうせ次も角田の自己紹介なんで、肩を消すっていうのも一つの手だったな。DF とはそんな意識せず、ガンガン点がね取れる練習を踏んでいきたいと思います。これももうここでしょ、評価を上げていけ。いやー、練習後イベント起きないのは辛いよ。 OK、あとは、総一郎のイベントの成功失敗、そしていつ起こるか、もうほんと序盤に来てほしい、こういうとこで。そっちじゃねえんだよな。で、お前は、もう秒で切ります。ヒントいらないんでね。でもっていいね。だんだんと固定が良くなってきました。ラブパナイス。オッケー、いやー、これ通してけ。これ通ったらマジでかい。序盤のこれはね。頼む。よし、でかい。これでかすぎるね。これが早めに来てくれたらね、だいぶ助かる。と言いつつ、ちょっと渋いんだよな。メンタル、強気に踏んじゃうか。告白を間に合わせるのはね、第一の任務なんで。うわー、マジ練習イベントどうした？メンタル。よーし、よし、よし。攻めてよかったぜ。やっぱりね、スナイパーがいない分、精神ポイントが不足するのかなーと予想されるので、メンタルタックっていうのも大事ですね。いいね。これでアスミをね、間に合わせる。この二股の強さを活かしていく。まあ、三股なんですけど。いいね。レイリーはちょっと、レイリーはちょっと初期評価が低いんで、遅れちゃうのはしょうがないですけど。回復リーでしょう。まずは総一郎をね、通すという第一の壁。しかも序盤に来てくれたんで、これはかなり、アドバンテージがあるんじゃないでしょうか。スノリアースに。ダンジョンも欲しいんだよね。スミが総力か。ダンジョンは最悪セクション終わりにガンガン打ちます。追加力減っちゃうんで、今回はメンタル踏みましたね。でこれも選球眼でいいでしょう。筋力は練習いないんで、ガンガン踏んじゃって OK です。
マジ練習イベント起きないんだけど。それは困るぞ。いくらモテモテがあるといえど。さあ、キンコンカンコン。アスミを早めにあげたいな。いいね。いや、素晴らしいね。TF 意外にできてんのが笑うんだけど。総一郎もね、ポイント確定なんでね、キャッチャーじゃないと。いいね。いいんじゃない普通に。おお、出てる出てる。いいよ。今んとこいい感じよ。ナイスー。アスミが来てほしいんだけどな。とりあえず。クリスマスは角田。いや、アスミが強いのか。うわ、でかい。このダンジョン固定でかい。ありがとう。もうモネちゃんがガンガン上がっちゃいますけど、いいでしょう。強い強い。さあ、佐伯も。佐伯はね、まあ、後イベ2人しかいないんで、切らないでおきます。いいんだけど、モネちゃんが。これはもちろん精神取りましょう。アスミどこ？アスミいねえんだよな。まあポイントが取れる、やっぱデートだよね。ツノリアもいるのか。じゃあツノリアでいいや。1回目ね、回復しないんで、今の時はガンガンデートですね。これも調子なんていらないんで、思い切って食べます。闇のたこ焼きか。いいよ、よきよ。一緒に帰れよ。よし、あすみ、うん、あすみもしかしてまだ入ってるね。華麗に TF スルーしてるなぁ。でもこういうのも言っていいんだけどね、もう強いから。まあどの道でも、どうすっかなぁ。守備はもう行ってるんで、行ってもいいんだけど。悩むなぁ。レイリーだしね。いや、さすがにやめとくか。固定するかデートするか、デートでいいかな。ダンジョン前にツノリアは何回目がいいんだ。 4?5回目がやっぱ強いからな。言っとくか。アスミが来るとは限らないからね。買わないでいいでしょ。ちゃったか。だったらもうアスミだな。いや、これはいくよね。そう、こう TF した時ね、やっぱさっきのレイリーの方が強いんですよね。こういうことが全然あるんで。告白が全員来たならイベントはもう切らなくていいかな。天才覚醒もあるかもしれないので、しっかりと上げていきます。やっぱ精神きつそうだね。こんな感じでいきます。もうこれはクリスマス前のダンジョン、まあ、クリスマス後かダンジョン行きたいんで、アスミ2回ちょっとっとと消費しちゃいましょう。
サレイリーですね。打撃 TF 以外は行くよ。うん、いかんですね。まあモネッチャになるのは致し方ない。じゃあちょっとしっかりとアスミのイベント見ていきましょう。これ水だよね。はい、すいません、お待たせしました。いきましょう。さてこっからバカみたいにポイントを入れていきますよ。ジョン、アスミ。さあ、クラウがいい。やめておく。これです。このポイント。やばいですね。で、ここも大事よ。ここのポイントもでかい。これ、大吉出るのもマジででかいよ。お願い。よ、いいよ、いいよ。全然いい。中吉ならいいよ。でかいなぁ、マジで。こまめに振っていきますが、ご了承ください。大丈夫はさすがに攻めないかな。打撃はいるか、まあ、これは行こう。うん、次目指すはモネちゃんかな。イベントも来てほしいんだけどな。モネっていきます。お、いいね。イベントはほとんど終わっちゃってるかな。春英もまあ欲しいね。ナイスナイス。で、次からどうすっかなんだよね。2ターンか。あとツノリアって4回目強かったっけな。ちょっとツノリアもカンニングしてもよろしいでしょうか。ツノリアとか久々にデートするからさ、覚えてないんだよデート内容。なんかそこそこ強かった記憶があるんですけど、いかがなもんでしょうか。3回目が20、20、4、あ、4回目20オールなんだ。じゃあこれツノリアで3、4って言った方がいいかな。バランス取るならそうなんですけど、でもモネちゃんのね3、4回目もなかなか強いっすからね。敏捷精神だよね。悩むところ。技術がやっぱ余裕あるな。敏捷あんま余裕ないし、ツノリアの方行こうか。じゃねえや、モネちゃんの方行こうか。さあ来た。これ通したらでかいな。104オールだよね。頼む、練習に戻る。うわー、いってー、それは通したかったなー。そういうとこだよな、本当に。いやー、運がないなー。さあ最近まあ、ポイントバランスはなかなかよくできてるんじゃないかな。
うわ、あ、まあでもこれはね TF しなくてもポイント稼げるからね。これいこう。春影は欲しいな本当に。ナイス回復。それさっき来て欲しかったな、ダンジョン中に。ブレインと暁も欲しいとこだね。ブレインメカニクスはもしかしたらいらんかもしれん。どうしよっかな。シラスも欲しいよね。全部欲しいな。どうしよう。ここも強いんだけどね。評価上げていこうか。なぜ練習後イベントが全然起きないんでしょうか。しっかり成功。また取ってる余裕はないと思います。まあもうこういう時はもうデートですね。から精神結構もらえるのか。不眠症は直してラブパレ直せるんでね。いいね、ラブパってこうぜ。編成してるヤシケラが3人ともね試合経験点持ちってのもでかいですね。なんで来ねえんだよマジで。おかしくね、全然来ねえんだけど。いいよ、いや、いらない。なんでそういう時に特技教えてくんのお前。本当に来ねえ。バグってる。あすみ終わらせちゃおうか。回復あったっけ。やべ、あ、よかったよかった。あ、ねえじゃん。ミスったなー。セーフ。これはもうラブパ狙い。よし、打撃いけるかな。あー、そこも強いな打撃。このポイントバランスは最高だね。いやー、果たして全然読めないですけどね。達成できるんでしょうか。よし、さすがなあすみ。これとかも言っていいと思うんですけど、開けるために行くか、それか暁を取り行くか。暁かな。メンタルいいですね。こんなに技術に余裕があるとは思わなかったな。練習してくれ。いつもは練習しないでほしいけど、このサクセスだけマジで一緒に練習してくれお前ら。あ、これね、フィニッシュ時の敏捷が美味しいよね。なるほど、行こうか。なんでお前こう作れんの本当に。やめてよ、お前の練習ポイント超大事なんだけど。厳しいかな。とりあえずミートはもう終わらせて、ショキッツやっぱ、まあまあコントロールもありますからね。
弾道2ですけど頑張りますよ。ほい、ナックルが一番打ちやすいんですけどね。マスミのあのイベント失敗以外はそんなに悪いサクセスじゃないと思いますよ。春一か、まあ抑えに行っていいかな。春英は絶対取りたいしね。暁も欲しいんだよな。 SG、 あ、これ使おうぜ。練習しよう練習。くそー、なんかな、確かに練習後イベントが全然起きないっていうのは運悪いっすよね。いいね、ここも強いけどね。もう一ターン持つでしょ。でブレインも抑えてるんで、なんだかんだいい感じだと思うんだよな。お、意外に7回できてる , 笑うわ。頑張ってるよ。暁1か、暁1で抑えてる余裕はないかな。ブレイン行くか。そうだな、ブレインでポイント取ろう。技術はいらないだろう。春英来いよ春英。あらあら、マジで春英来ないのやばいよ。うわー、そう来る。春英も来る。うわー、悩むなー。まあ、春英だよなー。さすがに。よし、78でかい。これは捨てる。どうなんだろう、コントロールがどうなるかなんだよね。あ、ここだな。もう一回精神くれ。いいよ、ナイス。あすみ、お、来たか。よーし、でかいこの精神。ラストターン、ラストに暁来るか。これはフィニッシュとか狙うよりかはどうなんだろうな。練習、まあ、一応ここで技術の入るけど、どうなんだろう、技術どうなんだろう。一応もらっといた方がいいのかな。ここからコントロールも上げていくけど、一旦ブレイン使うか。あ、もらっといた方がいいかもな。一応もらっとくか。オッケー。いや、ワクワクしてきましたね。どうなりますかね、これは。地味にスカートもでかい。渋かったらデートと。あー、でも強いな、これ。このソイチロ強いな。ただな、みんなの残ってるデートも強いんだよな。
貧瘍。貧瘍なぁ、貧瘍なぁ。貧瘍なぁ。ただもう、貧瘍は総力でしか使わないから、いけると思うんだよね。もうコントロール上げ始めます。なんだこれマジで。うん、募りは絶対いかんといけんしね。いやー、いけるかな。え、スタメンじゃない。マジかー、マジかー、それは予想外。うわ、怖え。え、嘘。うわ、出番なし、やばい。嘘でしょーい。え、待ってよ、そんなことある？何してくれてんの、ほんと。うわー、まずい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 。え、待って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 。うわー、確かに女と遊んでるやつに試合出させる資格ないけどさ。ちょっとそれは勘弁だよ。ここで負けるようなことがあればやばいな。頼むで。出してくれ俺を。よし、もう一助け欲しいな。もう一助けください、お願い。くそ、やべえ、経験点が。やばいよやばいよ。綺麗にできたんだけどな、デートも。いやマジで予想つかん。皆さんどう思われます？これいけると思います？いろいろとやらかしてるけど。貧瘍はね、足りると思うんだよね。試合経験点分だけで。うん、だから、技術精神を取りった方がいいと思うんだよね。できれば一緒に練習弾けたら最高。最高！よし！最高！こういうので取り返していけ。キバ打てるかな、キバ打てるかな。弾道にきつ。弾道3にしちゃダメかな。でもそれで未達成とか最悪だからね。さあ、投手能力をしっかり上げていく。マジなんなんこの波乱万丈。2番だしな。変化球狙うか。いっそキバのスライダーカーブを狙うってのありだよ。なんかもう、弁殺のキモいわ、なんかミートが。弁殺のキモいのがついてんだけど。それ！よし！うまい！爆速打てねえからこれを打っていくっていうね。それ！いいね！いいよ。爆速ストレートなんて打つ必要ないんです。打ちますけど。お、入った、やったー。風がなきついからな。カーブ、フォーク、スライダー、爆速だな。いったれ、いいね、ギリギリ届いてゆく。いいよ、バッティングは調子いいよ今日。出番ない時あったけど。いいね、練習もいいよ。エイリーいいね。あー、
ちじゃねえ。こっち説あるな。メンタルやなこれ。やっぱ際ど。際どいぞこれは。お待たせ。ノーアウトランナー一塁という場面で末吉。投げた。お前も変化球を打っちゃるよ。第2球一塁ランナー出た。キャッチャー二塁。頑張れ。クス何してんねんマジで。弁札がなくなった。盗塁アシストない状態で空振りしても発動すんのかな。なんかちょっとキャッチャーの送球が遅くなるとかあるんですかね。マジかよ。この球をファールにカットする技術は僕にはないっすね。リードで迎える3回です。バッターは末吉。風はいいから引っ張ればいける。引っ張れば入る風してる。オッケー、狙い通り。もう一丁もう一丁。外角は捨てます。外角はパワーひないときついんで。頼むよ、入れてけ。それありがとう。村上、そのシンカーみたいな欲しいんだけど。シンカーちょうだい、シンカーちょうだい、シンカーちょうだい。第3球を投げました。おっと、ボール。第4球を、それは無理なんだよね。第5球投げました。それも無理。さあ来い。勝負球は甘い。イエス。いや弾道にパワーヒット。うーわ、ぶんな。もう闇のやめろマジで。この動画さ、いろいろ見せ場あるな。危ない意味で。あー最後渋かったか。あ、ここだよな。いやー、やれることはやったよ。頼むよ。俺はやったよ。コントロールいけると、もういけるでしょこれ。もう僕頑張ったよ。よっしゃ、行くぜ。 S 字高校使って体力マックスにしていくぜ。お待たせ。ツーアウトランナーなしという場面で末吉。貴様の球を打ち砕いてやろう。あ、そっちシュートだかと思った。第3球を投げた。インロー際どい球、ボール。第4球は、あ、オッケーうまい。読んでました。今のだからギリギリちょうど入る。このホームランが連続してるといいよね。これもうフェンスギリギリ、ギリギリフェンスを越えていく。あー今のもいけたな。結局右か左の運ですからね、このアーサー。あー、もうそうなると思った、なると思ったよ。いいよ、そのカーブとスクリュー打ってやるよ。来いよランスロットごときが。えぐいな、相変わらずえぐいな。お前って毎回えぐいよね。行ってくれ、よし。続けよお前ら、俺に続け。完全にもう孤軍奮闘なんだけど。おっしゃ、うめえ。今のうますぎでしょ。これはうまい。自画自賛、唯我が独尊。え、これ我ながらうますぎだろ。頼む。よし、俺が決める。このよくわかんない名前のやつ。よっしゃ、完璧、完璧だわ。今回はバッティングセンスを見せつけられたな。さあ頼む、達成してくれ。いけると思うんだけどね。
見た感じ。3位、マジスタメン落ちはね予想外だったよ。いやー、まあでも楽しかったっすね。こういうね、もう無謀な挑戦というか、もういけるかもういけないか分かんない際どいラインのこのね挑戦というのはね、やっぱり燃えるものがありますよね。単純に交差点の選手作るのも楽しいんですけど、こういうね楽しみ方もパワープロアプリにはあるということで振っていこう。さあ、まずは総力達成、そしてコントロール、いけるでしょう。達成と、よし、いけた。どうせなら見栄えも良くしましょう。弾道4、ミートパワー、総力、肩、守備、呼吸、コントロール102。いや、いいっすね。赤徳も取ろうぜ。いや、完璧。完璧。やりたかったことができた。よっしゃー。これは気持ちいい。ありがとうございます。意外と余裕あったね。特に最初の方、心配してた筋力敏捷はこんだけ余りました。いやー、よかった。一発でいけて。実は1回目、総一郎がミスって、クリスマス誰一人来なくてやめたんですけど、無事達成することができました。まあ、他は取んなくていいかな。今回の趣旨をね、全うできたかなと思います。これはちょっと記念に取っておこうかな。7条件。条件。よし、行きまーす。いやー、いけたよ。これ査定は S。 おー、そんなもん、これなんだ。基礎値7上限だと、あ、選球眼もあるからね。これは 1メモリ増えてるんで、S7 の8メモリ、9メモリ、8メモリって感じか。いやー、皆さんいけました。ぜひね、チャンネル登録と高評価、拡散のほどお願いいたします。はい、こういうね、ネタサクセスも私ガンガンやってますので、はい。まあ、違う視点でね、パワープロアプリをね、楽しめるっていうのも、皆さんにね、伝えていけたらいいかなと思っております。はい。いや、非常にね、楽しいサクセスでした。見どころ満載で。はい。もうね、事故起こりすぎでしたね。はい。ただ、試合もね、もうかっこいいとこ見せられたと思うんで、はい。ぜひね、チャンネル登録と、知り合いの方、ご友人の方に、拡散のほどお願いいたします。拡散っていうか、私のチャンネルをね、広めていただけると嬉しいです。はい。では、またしても、厳選に私は戻ります。See you!